Hi everyone, I'm Warren from Casio UK, and today we're here in Tokyo at the Casio Watch Collection. Joining me tonight are two members of the R&D team who are behind the new G-Squad HR. So first of all, gentlemen, Mr. Yoshima, there are plenty of GPS sports watches in the market at the moment, but what makes the new G-Squad unique? 今回の商品は G-SHOCK の耐衝撃性能と防水性能に GPS、それからハートレートモニターという機能が加わったことで、トレーニングに最適な実用性を備えることができました。このことが、ユニークポイントになっていると思います。これによって G-SHOCK のユーザーがさらに広がるといいなというふうに思っています。Right, I see. So, when you develop a new G-SHOCK watch, what sort of questions do you ask yourselves? 今回のデザインに至るまで、デザインチームと何度も打ち合わせを行いました。大きな課題として、いかに G-SHOCK らしさを残して、スポーツウォッチとして仕上げるかというのが大きな課題でした。で、今回それを実現するために、3つの大きなこだわりのポイントがあります。まず1点目として、G-SHOCK としてのアイデンティティを残すために、立体的なデザインにしています。ただゴツゴツしてしまっては運動の妨げになるので、手の甲に干渉しないカーブのデザインになっています。もう一つは、運動中に時計を見ずにボタンが押せるように、時計のベゼルに指を導く溝が作られています。そして指がボタンにたどり着いた時に、指がボタンから離れないように、特別な形状のボタンになっています。はい、最後にベルトにも工夫をしています。ベルトには非常にピッチを細かく穴を開けて、より腕にフィットしやすいように仕上げています。もう一つ、装着性を高めるために、時計のこちらの側にも穴を開けて、汗抜けが良くなっています。ベルトの内側に滑り止めの形状がついています。 Well, we have noticed that the buttons on the new G-Squad are incredibly unique. What gave you the inspiration behind that design? このボタンはトラなどの猫科の動物の肉球をイメージしています。 Thank you, Mr. Yoshima. The next question is for you, Mr. Yoshi. Now, with the G-Squad HR, there's a phenomenal amount of technology inside the watch. But how have you managed to get all of that into such a compact case? まず今回は、まず新しい LSI を採用することによって低消費電力化を行いました。そしてソーラーセルの効率アップと、でそこにですね、カシオが得意とする高密度実装技術と外装技術を掛け合わせることによって、 G-SHOCK の標準のサイズをキープしながら、防水性、耐衝撃性とともに、GPS であったりハートレートであったり、ソーラーアシストだったり、そういうのを搭載しました。ダウンサイズは高性能な時計にとって常に課題となっています。要するに我々はもう継続的にですね、それを突き詰めて、さらに進化、改善しようと思っています。So, how do you continue to maintain the toughness we expect with G-SHOCK watches with new models being released every single year? G-SHOCK はこれまでですね、それぞれのシーンに合わせたタフネスを追求することで、フロッグマンのようなダイバーズウォッチや、グラビティマスターのようなパイロットウォッチを生み出してきました。今回の GBDH もそうなんですけども、それぞれのシーンに最適なタフネスというのを常に追求し考えてます。で、それを実現するために新しい機能であったり素材だったり、そういうのを開発して、そのモデルに搭載していきます。でよくお客様からですね、どこまでタフネスを追求するんだみたいなことをよく聞かれるんですけども、やっぱり進化に終わりはないですね。もう常にそれをタフネスを追求し続ける、これからも G-SHOCK に期待してください。Well, gentlemen, thank you very much for your time this evening. If you would like to hear some more information about the new G-Squad HR, take a look at the Casio EU and UK YouTube channels.